日本の皆さん、そして海外でこの放送を聞きの皆さん、こんばんは。この放送はアジア放送研究会設立40周年記念の特別放送です。この放送は日本時間12月6日の午後10時30分から11時まで、周波数 7.525MHz でお送りし、12月7日と8日の同じ時間同じ周波数にて再放送します。アジア放送研究会ではこの放送を聞きになってのご感想や受信報告をお待ちしております。詳しくは放送の最後にご案内いたします。それでは最後までお楽しみください。청취자여러분안녕하십니까지금여러분께서듣고계신방송은아시아방송연구회설립40주년기념특집방송입니다이방송은일본시간으로12월6일밤10시30분부터11시까지주파수 7.525MHz로보내드리고12월7일과8일에같은시간같은주파수로재방송해드리겠습니다그럼지금부터이시간방송을시작하겠습니다各位听众你们好，这里是亚洲广播研究会成立40周年的特别广播，这个广播是从北京时间12月6号下午9点30分到10点频率7525千赫播出，第二天和第三天的12月7号和8号也在同一时间同一频率重播，欢迎收听。You are listening to the special broadcast of the Asian Broadcasting Institute, celebrating the 40th anniversary. We broadcast the program from 13:30 to 14 hours UTC on December 6th. The frequency is 7.525 MHz. We'll also have rebroadcast on December 7th and 8th at the same time and on the same frequency. Please stay tuned. この放送はアジア放送研究会設立40周年記念の特別放送です。この時間にはまず40周年にあたりアジア放送研究会理事長菅悟からご挨拶申し上げ、続いて日本放送1979年の近隣諸国の放送をお送りします。そして最新の近隣諸国の放送情報をお伝えした後、中国語で台湾海峡の電波線を振り返るをお送りします。ではまずアジア放送研究会理事長菅悟からご挨拶申し上げます。皆さんこんばんは。私たちアジア放送研究会は1979年に発足した東アジアの放送を専門的に調査研究する団体です。アジア放送研究会ではアジア放送研究月報を毎月欠かさず発行しており、この12月号は足掛け40年482号となりました。今日の放送ではその中から最新情報をお伝えします。またアジア放送研究会は毎年12月に発行されるワールドラジオ TV ハンドブックの東アジアのページを執筆しています。アジア放送研究会では研究成果の発表の場として毎年8月に近隣諸国放送研究フォーラムを東京で開催しておりますのでお問い合わせください。これからもアジア放送研究会に対するご声援をお願いします。この放送はアジア放送研究会設立40周年記念の特別放送です。続いてアジア放送研究会が発足した1979年の近隣諸国の放送について振り返る録音構成、1979年の近隣諸国の放送をお送りします。まず韓国では韓国放送公社 KBS の拡充が挙げられます。4月2日今の KBS 第一 FM にあたる KBS FM 放送が開局しました。여기는대한민국서울에서방송해드리는 KBS 의 93.1MHz HLKFM 방송입니다。民間放送局ではステレオ音楽放送がすでに開局していましたが、 KBS ではこの時ようやく音楽専門のステレオ音楽放送が始まったのです。また北朝鮮をはじめとした近隣諸国向けの社会教育放送は新たに
6.015MHz の使用を開始し、タンジン送信所の進行とともに周波数を再編しました。これに伴い、3月8日から社会教育第一放送は 972kHz と 6.015MHz、 社会教育第二放送は 1170kHz と 6.135MHz に変更され、日本語放送である近隣諸国向けの国際放送ラジオ韓国は社会教育第二放送を通じて放送されるようになりました。またラジオ韓国においても近隣送信所に新しい送信機が導入され、試験放送の実施に続き5月7日から放送時間の拡大が図られました。여기는대한민국서울입니다여기는대한민국서울입니다 KBS 라디오한국에서는중동지역동포와선원들을위해 6.489MHz 로시험방송을보내드리고있습니다만それまで1日5回それぞれ1時間の放送だった日本語放送は1日8回に増加し、さらに8月7日には2時間半の放送が4回、1時間の放送が1回となり、1日あたりの放送時間は11時間に達しました。日本の皆さん、お元気でいらっしゃいますか？こちらはラジオ韓国 KBS の国際放送です。この放送は毎日日本時間の午前6時30分から9時まで 7.275MHz、 午前10時から12時30分まで。この年の10月26日、16年にわたって韓国を率いてきたパク・チョンヒ大統領が側近に射殺されるという事件が発生します。パク大統領の葬儀は特集として放送され、ラジオ韓国でも特別放送として生放送。지금여러분께서는 KBS 국제방송라디오한국이보내드리는고박정희대통령국장시간을서울로부터직접중계방송으로듣고계십니다지금중계방송되고있는주파수는단파 7.2kHz 박정희대통령射殺の報道は韓国と対立する北朝鮮からもいち早く伝えられました。海外向けの朝鮮中央放送の日本語放送の中でもニュースとして速報しました。また論評番組が事件発生から間もなく放送されました。今日の論評、独裁者の末路。労働新聞評論員の論評をお伝えしましょう。すでに報じられたように独裁者が26日の夕刻射殺された。今年の夕方6時頃、独裁者は運河台の副市長の副市長らとともに中央情報部の食堂で中央情報部長の催した1979年は建国30年を迎えた中国にとって政治的社会的に大きな変化の見られた年でした。前の年1978年終わりの中国共産党中央委員会の決定を受け、改革開放路線への転換が図られ、社会主義現代化建設、4つの近代化政策が打ち出されました。放送の中でもこうした変化は反映されています。例えば国家の方向を大衆に周知することを目的とした中央人民公派伝代の番組学習節目では、新たな政策のキーワードとなる言葉について丁寧な解説が行われました。中央人民广播电台现在是学习节目。根据党的11届三中全会的决定，从1979年起。またこの年には放送を通じての広告も始まりました。中央人民广播电台现在是广告节目。始まった当初の広告はそのものズバリの報告節目という5分から10分間のまとまった番組として、中央人民公派伝代だけではなく各地方放送局でも放送されました。脑卖淫。脑卖淫。头脑的脑，卖国的卖，安宁的宁，脑卖淫。一方この年の初めにアメリカ合衆国との外交関係が解消した台湾からは、駐留していたアメリカ軍も引き上げることとなり、アメリカ軍の放送局
AFNP は現地時間4月15日24時をもって運用を終了しました。最後のアナウンスでは中国による挨拶も流されました。 This is George Lin, Director for the Public Broadcasting Service, Detachment 31, the American Forces Network Taiwan, speaking on behalf of the entire AFNT staff, past and present. We wish you every good fortune, good health, and happiness in the future. Good night. 向中华民国各位听众，祝您健康快乐，万事如意。ただこの放送局の設備と人員は台湾籍の財団法人に引き継がれ、16日の0時には途切れることなく新しい放送局による英語放送が始まりました。 ICRT is on the air. This is Robert Parker, President of the American Chamber of Commerce in the Republic of China. 新しい放送局 ICRT の第一声は、この放送局の設立に尽力した在台米国総工会議所のロバート・パーカー代表によるものでした。ただいままで録音構成、1979年の近隣諸国の放送をお送りしました。近隣諸国放送情報の時間です。この時間はアジア放送研究月報から最新の近隣諸国放送情報をお伝えします。お伝えする時間はすべて日本時間です。まずは韓国の放送から。韓国の国際放送 KBS ワールドラジオ11月11日中国南部および香港向けに9波による中国語放送を新たに始めました。放送時間は20時から21時まで、1557kHz、送信出力は 250kW です。この放送は台湾雲林県にある中央高波電台の高庫送信所から放送されています。続いて中国です。中国の国内放送中央人民高波電台は10月21日第12プログラムである娯楽高波を越族の声と改めました。放送時間は5時55分から3時まで、周波数は 747kHz で放送されています。火曜日の14時から18時、設備メンテナンスのため休止されます。越族の声の番組スローガンは听书听世界、朗読を聞いて世界を聞こうという意味です。朝の開始の現地録音をお聞きください。早上好，听众，这里是中央人民广播电台阅读之声，每个清晨在 AM 七四七向你发出第一声问候。新疆ウイグル自治区の新疆高波電視台は、隣り合うキルギス共和国向けに毎日1時間のキルギス語放送を行っています。中国の声という名前のこの放送は20時30分から21時30分まで、新疆高波電視台のキルギス語系統の周波数を使って放送を行っています。周波数は中波 1233kHz、 短波 7.295MHz、 9.705MHz。 この放送の曲名は新疆高波電台の頭に中国をつけて中国新疆高波電視台と言っています。放送の開始部分は중국 신장 라디오 텔레비지아 스탄시아사. 중국 신장 라디오 텔레비지아 스탄시아사. 아시아 방송 연구회의 방송 정보는 페이스북 방송 정보판에 그 일부를 ご覧いただくことができます. 아시아 방송 연구회의 홈페이지から 방송 정보판을 클릭해 ご利用ください. 홈페이지의 URL은 www.abiweb.jp です。以上で近隣諸国放送情報の時間を終わります。この放送はアジア放送研究会設立40周年記念の特別放送です。
続いて中国語で台湾海峡の電波線を振り返るをお送りします。这里是亚洲广播研究会成立40周年纪念的特别广播，下面请听回入台湾海峡的电波站节目。亚洲广播研究会成立的1979年，当时中国和台湾处于战争状态，当年年初中国跟美国建立了外交关系，直至之前为止，中国轰击金门岛，台湾方面也向对岸开炮，双方的广播节目大部分都是军事颜色很浓厚，互相发射电波，开展了心脏谈话。当时中国的对台湾广播由两座广播电台播出，一座是国营的中央人民广播电台对台湾广播，另一座是中国人民解放军运营的福建前线广播电台。那么现在请听福建前线广播电台的录音。中国人民解放军福建前线广播电台现在开始对台湾省军民同胞广播。直到1978年为止，播送导诱台湾军民投奔中国的节目。在这个节目里说，如果驾驶军用飞机或者军舰投降，就赠送7000两黄金。就跟随莫尔斯信号的无线电信标、驾驶等等，提示具体的奖金和给出细小的指示。莫尔斯电码雷。周率318星周。另一方面，台湾也有两座对大陆的专业电台，一座是由国民党中央委员会运营的中央广播电台，另一座是由国防部运营的光华广播电台。这里是光华之声光华广播电台 AC 50W 周率850千赫。除此之外，空中运营的空中广播电台播送两套节目，其中一套节目专门播送对大陆的广播。中央广播电台也和大陆方面一样，播送鼓励投奔台湾的节目，还有播送空军大字报、三家村夜话等多种尖锐的追究共产党的腐败和政策矛盾，被认为在大陆有很多听众偷偷地收听这些节目。该广播的使用语言不仅是北京话、闽南话、广东话和客家话，还有包括蒙古话、西藏话和维吾尔话等边境地区的语言。在台湾，除了这些正规的广播电台之外，还有六座地下广播电台展开了不定期的广播。这些广播电台自称解放军之声、火花台、无产者战斗社、中国人民之声、十月风暴广播电台等独特的台名，还有相当别致的广播被称为假的中央人民广播电台。这个电台是从下午8点开始的全国新闻联播节目的录音当中插入假的新闻，导致搅乱听众的某列广播。这一系列的地下广播从60年代一边更改台名，一边继续播送，被认为和美国的信息机关有很大的关系。下面请听假装中国人民解放军的广播电台解放军之声的录音。
请注意，请注意，下面请听解放军之声，下面请听解放军之声。指战员同志们，来自到80年代初陆总电波站的状况发生了变化。1981年9月，中国当局发表了关于台湾回归祖国实现和平统一的9条方针政策，中央人民广播电台的为台湾广播就跟这件声明联动，在1982年10月进行了大幅度的改编，出现了介绍中国名胜古迹的节目和轻松的音乐节目等。这种潮流波及到地方电台，福建人民广播电台把以往的对金门马祖的广播改为对台湾广播，还有江苏省和上海市也分别开始自己的对台湾广播，通过大气电波向台湾的号召，变成又柔软又多角的内容。福建前线广播电台也从1983年开始播送广告节目，1984年1月把台名改为海峡之声广播电台。海峡之声广播电台，海峡之声广播电台。另外，台湾方面的广播节目也看出了变化。中央广播电台的运营主体1980年7月从国民党转移到国防部，并且开始播送新一套的广播部分，叫做新闻音乐广播。1981年7月吸收合并了光华广播电台。1987年7月，台湾当局时隔38年宣布解除戒严令，同年11月有限度开放台湾民众到大陆探亲。随着这种动向，对大陆的广播内容更加变化，大上几乎反共的节目就没有了。然后1991年，李登辉单方面宣布大陆与台湾的关系不再是中国内战双方的关系，中央广播电台在1997年成为财团法人，与国际广播成为一体化。1989年在北京发生的6.4事件带来另外一个电波站的变化，一连串的华语地下电台全部停播，然后一时出现民主广播电台、民主之声广播电台等拥护民主化的广播。但是不久，这些电台分别到1991年、1992年为止就无声无息了。另外，1990年2月接受了被以六四事件起名的六四之声广播电台的广播。这座广播电台使用了中央广播电台的发射机。这里是六四之声广播电台，我们代表这个节目是由住在美国伊利诺斯州的中国留学生制作的。这个广播取代中国之音，现在还在继续广播，但节目不是在台湾制作的，所以可以说台湾制作的对大陆地下广播节目到1992年为止完全停办了。以上是回复台湾海峡的电波站节目，已经播送完毕，谢谢您的收听，再会。お聞きの放送はアジア放送研究会設立40周年記念の特別放送です。アジア放送研究会ではこの放送を聞きになったご感想や受信報告を電子メールで受け付けております。送り先は sw@abiweb.jp sw@abiweb.jp です。
12月31日までに受信報告をお送りくださった方には受信確認書をお送りします。この放送はアジア放送研究会設立40周年記念の特別放送です。これをもちまして特別放送を終わります。この放送は日本時間12月6日から8日までの午後10時30分から11時まで周波数 7.525MHz でお送りいたしました。次回の放送まで皆さんごきげんよう、さようなら。지금까지여러분께서는아시아방송연구회소입40주년기념특집방송을들으셨습니다이방송은일본시간으로12월6일부터8일까지에밤10시30분부터11시까지주파수 7.525MHz 로보내드렸습니다이상으로특집방송을마칩니다다음방송시간까지안녕히계십시오您正在收听的是亚洲广播研究会成立40周年的特别广播。这个广播是从北京时间12月6号下午9点30分到10点，频率7525千赫播出。第二天和第三天的12月7号和8号也在同一时间同一频率重播。我们的特别广播到此结束。各位听众，下次再会。You've been listening to the special broadcast of the Asian Broadcasting Institute celebrating the 40th anniversary. Now we conclude the special broadcast from December 6th through 8th from 13:30 to 14 hours UTC on 7.525 MHz. Until then, see you next time.